はい、皆さんこんにちは、アメ鉄です。今日は2月の5日月曜日というふうになっております。こちら柏駅におります。今日お見せする動画はこの柏駅にいるんですけれども、絶世にお見せする動画は、この野田線の高架化事業の工事の模様についてお伝えしたいというふうに思います。前回動画流した確か12月か11月の動画だったと思うんですけれども、果たしてこれが工事がどのように進んでいるのかということを、お伝えしたいというふうに思います。で、今回はですね、前回までは清水公園から出発して梅里までの動画を流してたんですけれども、今回からは、その梅里から清水公園の方面までちょっと動画をお見せしたいというふうに思います。つまり2本立てです。今からお見せする動画は梅里から清水公園のもの、後編は清水公園から梅里のものということで、上下両線ともに映していこうというふうに思います。それでは今柏駅なんですけれども、動画は梅里から出しますので、こちらからご覧ください。次は野田市、野田市です。The next station is 野田市。TD17。
ご乗車ありがとうございます。この電車は各駅停車大宮行きです。次は愛宕です。お客様にお願いいたします。駅や電車内において不審者または不審物を見かけましたら近づかず駅係員または乗務員までお知らせください。Thank you for using the Zobunan. This is the local train bound for Omiya. The next station is Atago. TP16.左側です。下り列車、敵地が用意いたします。閉まります。ご注意ください。次は清水公園です。The next station is 清水公園。TP15.Thank you.
清水公園駅に到着しました。まあ工事自体はまあ見た目はそこまでっていうわけではないんですけれども、以前はなかった野田市駅の、そうですね、空き地のところにクレーン車が何台か止まって作業をしていたということで、いよいよ野田市駅の方の高架化は、まあ、これからも徐々に進んでいくんだろうなって感じがします。対して野田市から先愛宕、そして清水公園の途中まではまだ工事本体には着手していないということで、これからまあいつの時点でクレーン車などが入ってコンクリの注入だとかするっていくことがしていくのかということが、まあ今後注目されるんじゃないかなというふうに思います。とりあえずこの動画はこれにて終わりいたします。で、後編は清水公園駅から梅里までの動画を流すつもりです。それでは引き続きよろしくお願いいたします。